赤羽オデオン座はかつて存在した日本の映画館である。東亜工業が新宿・歌舞伎町にグランドビルを建てた進出した13年後の1968年12月、東京都北区赤羽西に新築、開業した赤羽東亜会館内に開館した。本校では同会館についても詳述するとともに、同館と同時に、 赤羽東映劇場として開館し1991年に赤羽映画劇場として閉館した同会館内のもう一つの映画館についても、詳述する。同会館が開業する以前に赤羽東映劇場、赤羽映画劇場として営業していた映画館については、それぞれの項目を参照のこと。写真の左上、全路と団地群の間のかどっちに同館が見える。 九百六十八年十二月、国鉄京浜東北線の赤羽駅西口、東京都北区赤羽西一丁目三十九番十六号に赤羽東和会館を新築、開業、赤羽オデオン座、赤羽東映劇場を共に開館した。九百四十九年八月、阿佐ヶ谷駅北口に阿佐ヶ谷オデオン座を開館して創業した高橋康友の東和工業株式会社が、 公園寺平和劇場、吉祥寺オデオン座、以来13年ぶりに開業した、東十条オデオン座に次いで、1年ぶりに9.10、完美の直営館として開業した。赤羽東映劇場と同名の映画館が、1954年までには、すでに別場所に開館していたが、1965年前後には、閉館しており、東亜工業が、新たに東映系の風切り館の地位を引き継いだ。 赤羽オデオン座はオデオンチェーンの一角として外国映画の3番館、つまりロードショーを終えた作品をその2週後に上映する劇場であった。立地としては1962年に日本住宅公団が同駅西口の丘陵に建設した赤羽大団地の麓に位置し、同駅からも資金であった。歴史的には近世、近代においては 同駅北口の北東に位置した岩月街道の赤羽交差点あたりの方が商業的に栄えており、1925年赤羽地区に最初に開館した映画館赤羽一万歳館は同交差点近辺である赤羽一丁目55番に建ってた。第二次世界大戦が始まる1942年までには同駅北口付近に東京大に小飛機館が建てられ、 同地区の映画館は合計2館となった。戦後は赤羽映画劇場のほか、赤羽文化劇場、赤羽投影劇場、オリンピア映画劇場、中央映画劇場、遅れて赤羽第一映画劇場が新設され、赤羽地区の映画館は最盛期で合計6館であった。しかしながら、この赤羽オデオン座、赤羽投影劇場が開館する頃までには、 赤羽東方、赤羽第一映画劇場、赤羽文化劇場の参観のみになっていた。以降、1975年前後に赤羽第一劇場が閉館。1979年には赤羽東方がニュー赤羽劇と解消して成人映画館となった後、1982年前後に閉館している。1985年6月に、 赤羽日活文化劇場が閉館して、赤羽地区の映画館は、赤羽オデオン座、赤羽東映劇場の2館のみとなり、赤羽東映劇場は、赤羽映画劇場と改称した。1991年初頭、赤羽オデオン座、赤羽映画劇場はいずれも閉館した。跡地は改装され、同年3月、オデオン、赤羽駐車場となり、駐車場に業態を変更した。 この時、赤羽地区の映画館はすべて消滅した。2013年現在、東亜工業の公式サイトの不動産事業のリストから赤羽東亜会館が消えており、同地には地下駐車場、祭り一丁ビッグエコー赤羽店、および新世紀工業が入居している。ありがとうございます。